はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル3では前回神ぐらいエルドリッチだっけに、負けてしまいましたので、ちょっともう少しアノールロンド周辺を探索していきたいと思います。で、ここまで来て、要はこっち側だよね。こっちに行けるのと下に行けるの道がありますので、ちょっとこっちの方を先に探索していきたいと思います。まずは上から行くか。入っていこう。おー、一応中だね。これはガチャ。おっ、これどこだ。エレベーターは起動した。エレベーターが起動して、え、これどこ、あれ、あ、ここあれじゃん、最初のとこじゃん。一応ショートカット、サリバーンのとこじゃん。サリバーンのところから、なるほど、ここのエレベーターが起動しましたと。ここにスイッチがあったんだね。全然気づかなかったわ。あ、で、あっち側にも一応扉があるっちゃある。あ、サリバーン側から来ても開かないんだろうけど、よく見ろが有効だ。え、どういうこと、なんかある、わかんねえ。ここは指輪。え、なんなの超謎で、こっち側に来て、宝箱だからよく見ろ。よく見るか。これはもう、これどっから見るのが見やすいの。動いてる？動い、あ、動いてるわ。普通に動いてるわ。倒すかどうするか。倒すか。いっつえ。いや、普通に強えわ。ちょっと待って。マジで強え。ひとかきでなんか、半分以上減らされてるか、蹴りも強えし。なんなんだ、一体。やはり普通に。眠らせた方が良かったな。サマーソルトって回し蹴りか。いや、危ねえ、食われたかと思った。金枝の杖槍。いや、わかんねえ。もはや読み方がわからん。まあ、ミミックがいて宝箱がありました。で、ここさっきのとこです。こっからまた上に行けるね。で、こっちの方に回ってきて、敵がなんか、バンサか。お、ちょっと待って。蹴っちゃった。光る。違う、光るが欲しかった。あと2つ光るが必要なんだよね。こっちはいけない。ここはこれだけか。まあ、ボスのところには出たからね。まあ、こっからどっか先へ進めるっていうことはなさそう。回り道でアイテムとかを回収して、そうか。やつらが復活してるな。かがり火に灯ったからな。しかとしよう。こっちが次。あ、これここに出てくんのか。なるほど。あ、ただそれだけか。で、銀騎士エリア行って、アノールロンドエリアだもんね、もうあと。取り逃したアイテムとかは。え、じゃあ、ここなんなの？どっちだ？ちょっとぶっ倒すか。このテープさ、マジでぶっ飛ぶんだけど。これを、ちょっと、背に。攻撃力がかっけえな、マジで。これ鎧着てなかったらどんだけ食らうの。ここが何なんだろう。この後ろ側、こちら側からだからね、逆から行けるはずなんだよね。
まだ行ってないところとかあるか。こいつの方が微妙に強い。うん、こっち側から行ける？もしや。全然そんなことないか。で、結局また銀騎士エリアの方へ行くのか。こっち、あいたくそここからもう狙撃してくんのかよ。ちょっとじゃあ銀騎士エリアの方行きますか。いやー、やばい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 、めちゃめちゃ集中砲火食らってる。ちょっと逃げよう。めちゃくちゃ刺さってる。危ない危ない危ない。これ右側もあるし左側もいけんね。何本刺さってんだよ。やっぱ駆け抜けないと危険だ。あそこにアイテムが見えんだよね。でここがマジで危険。あ、結局さ、あれか、こっち側からも来れるよって。ただそれだけ。もう一体が来る前に始末する。竜狩り、かけら、なんかいろいろ手に入れたな。からの、だからここにももう一匹いますよと。見て、弾かれた。後ろを取りたい。よし、オッケー、回復しよう。竜狩りの親、かけらか。あいつ相手にしたくない。こっち側とか、あ、いけるね。で、ここのアイテムか。あ、ここは多分アイテムだけだよね。おお、道はい、来てよかった。やはり探索は重要で、やつを始末するかどうかだな。危険なんだよな。いや、大丈夫だ。こっち側まではさすがに来ないでしょう。って言ってももうほぼほぼ探索はしたんだよね。え、誰今撃ってきた。こっちはさ、こっちにいたんだ。来て、早えない。まずこれをやる。で、一発で、ちょっと一発で終わらせる。で、ケツを取って終わり。3000か。かなりソウル美味しいな。そしてアイテムのドロップ率も半端じゃない。で、2体相手にするはさすがに危険。はい、もう一発いける。で、こっちまでおびき寄せて。すげえスタミナ削られんなこれ。ひどくない？で、ケツをやってる間に回復しよう。エースとか少ない。なんでこんなエースと使わないの。あぶねえ。大賭け。塊は落とさないよな、さすがに。よし。で、こいつに負けたんだよな、そういえば。無理はしない。一発やって、で、ちゃんとケツを取って、倒す。で、かけら。で、さらにこっち側の方にはいけないか。なんかすげえいけるっぽい感じがするけど。いや、ジャンプも無理だな。で、こうやってきて暗月に入って、で、こっち来て、で、ここが仕掛けか。
何なんだ。エルドリッチを倒していくのかな。あそこの多分あれだよね、このこれこれこの中だけどさ、なんかこの中だけで完結しそうな勢いなんだけど、どうなんだ。まあいいや、ちょっとエレベーター呼び戻そう。レベルっていくつで上げられる ?3 万か。ちょっと上げるか、帰って。で、結局あのロンドンに戻ってくるからね。じゃあちょっとレベル上げて道牌を渡しに行きますか。で、また。技量上げて技量18を自力で持っていけるようであればだいぶ楽で、道はい、これは勝てといたしましょう。いつもの感じかで、何が増えたんだかは相変わらずわからない。緑化、どれだ。花苔とかももともと永遠に変えたっけ。草付きクソ団子、松ヤニ系はもう完全に変えるね。ひと松ヤニがまだ変えないのか。誘い頭蓋も6個、節狩りとかは永遠に変える。七色石、あ、台掛けか。台掛けが永遠に変えるね。1個4000円。武器とかはもう分かんねえわ。コンポジット棒があるな。シールド、東洋の東の盾とか増えたのかな。不死体は、あ、上級騎士アンリ、アンリ来てたよねこれ。上級騎士、東国の鎧とかも増えた。国鉄も増えた。なんか何が増えたんだ分かんねえ。流刑人とかあった。カルラっていたっけ。これはあったな。ここか。っていうかさ、そういえばあいつどうした。あ、イギルシールに旅立ってったやつ帰ってきてねえんだけど。あれ、サリバーン倒したくらいじゃダメなのか。エルドリッチ倒さないといけないのかな。まあいいや、いなくなってしまった。じゃあもう少しアノールロンドというか、もう行く場所がアノールロンドか罪の都の方が後か。じゃあ先にエルドリッチを倒しますか。はいはい、じゃあエルドリッチのところですね。これは駆け抜けるが基地で、こいつはもう本当に突っ込んでくるだけなので走ってれば大丈夫で、右から銀騎士が来るけどこれもまあ大丈夫で、真ん中になんだろうね、聖職者呪術師みたいなのがいるから、こいつをやり通すのは一定厄介なんだよね。食らってしまうで、延長してる暇はないんでそのまま入ってで、こいつ多分近づいた方がいい。最初は意外と第一形態はね、あ、これまずい。この槍、この槍がまずいんだよね。くるくるしてればねなんとかなるけど、第二形態のね槍がねどうにもなんないんだよね。近づいて狙うときはねガンガン狙っていく。あとはどこに出るか、あっちか。結構対極に出るね。これはねまあ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 そんなにダメージは高くない。草くらいまで食いたかったか。でね、ここら辺から炎をまとい出すんだよね。そう、こっからがね無理なんだよ。やっぱり第二形態がこれやばい。この弓を構えるこれガン逃げ、マジガン逃げ。
やばいやばいやばい。いって。そう、ガン逃げしてて食らうんだよね。これはちょっと、柱をやりつつ。やばいやばいやばい、闇に飲まれる。どこだ、ね、あっちか。あ、でこれだよな。逃げろ、とにかく逃げろ。で距離を詰める、一気に。細かいやつは走ってればまあなんとかなるから。逃げる。縦振りの跡がかなり隙があるよね。はい、エストはね結構本数があるから、それもそれで助かる。五方に判定があるから縦構えながら、あ、やべ、これやべ、これやべ、マジでスタミナ枯渇する。逃げ切れるか。これもいってー、直撃よくなった。痛い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 、柱貫通してるね。なんだろうマジで。遠くにいるとやばいのか。またこれかよ。エストがない。この日さ、やばい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 。細かいのはまあなんとかなる。死んだ。いや、この第二形態になってからが全然減らせらんないよ。もう無言だよ、戦闘中は。王の巻結構もう接近してた方がいいね。なんかもう一回やったら倒せる自信はないけど。で、そう、巻を手に入れて、これ上とかいけんの？いけんな。ちょっと先に灯しておきましょう。ここは
エルドリッチでしょ。神ぐらいのエルドリッチ。この先指が有効。しかし穴よくわかんねえ。王と穴。ま、上に行ってみますか。一応これ拾っとく。ソウルないと思うんだけど。セーブ。で、王の巻を手に入れたから、次は罪の都か。あそこのボスへ行ってみますか。さすがにここはないよね。こっち側とかアイテムあんのかな。一応見てみよう。なかった。じゃあ少年クイネビア、まあいないけどね。そりゃ太陽の王女の指輪、指輪が確かにね、もう一個なんだかんだでいいのないんだよね。ヒットポイントをゆっくりと回復する。あ、これにしよう。じゃあどんくらい回復するのかよくわかんないけど、この先宝はないぞ。これで終わりかな。とりあえずここは一旦棺に戻りますか。じゃあ飛び降りられっかな。飛び降りらんねえし、ここ落ちて死ぬのも嫌だな。ほい、え、こんなドロドロしてたの、ここ。じゃあ棺へ帰って罪の都に行ってみますか。あそこ切りくぐってないよね。そういえば、レベルアップ2レベルは無理だな。ソウル1個砕くか。生命力27にしてヒットポイントがちょうど1000になるな。これにしよう。となんかお買い物か。松ヤニとかなんとか買っとく。緑化、これは花付き緑化装とか10円で買えるの、おかしくねこれどういうこと。1個しかないからってこと。素早くか。これはこれで良さそうなんだよな。やってる暇がないからね。でも6個持ってんだ。ちょっと松ヤニを3つくらい買っとこう。で、節狩りもちょっといっぱいミミック出てきそうだから5個くらい。出血か。出血も使ってみようかな。で、かけらはある。ここら辺はもういいか。弓矢って今どうなってかさ、あいつ帰ってきたの。イールシールクリアしたけど帰ってきてねえんだけど、どうしたこいつ。頑張れよ友人。いや早く頑張って帰ってきてくれよ。フラグがわからん。まあいい。なんか鍛えるのあったっけ。そう、あと1段階鍛えたいんだよね。光があと2つ。アンリの直剣って光るか。使ってらんないな。これ結局使ってないね。プラス3にできるけどちょっと弱い。1万8000ソウル抱えたまま罪の都行くか。じゃあどこだ、こっちか。ここも駆け抜けていこう。罪の都どうやって行くんだっけ。こっから行くんだっけ。ギリガンのはしごだと思われる。これだけ長いはしごだからね。こいつここまで来て力尽きたのか。てかダークソウル2と、おお、そうだあったな、こんなん。3の年月がどれくらいなのか。あいつも飛ぶから、まあ走ってりゃ大丈夫っしょ。でここもこっち、もうそのまま全てを鹿として残り火状態維持しつつ、誰か召喚サイン出てないかな。 NPC で出てないね。
ことは一人で行かなきゃダメか。1万8000失いそう。巨人ヨウム、こいつも薪の王だろう。でかいなやっぱり。しかしうわ19絶対の鑑定火力がなさすぎる。これなんだ、いやマジか、いよー吹っ飛ばされたけどダメージはない。ちょっと待って、うわ待って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 、頭とか狙わなきゃいけないかも。いや84マジか待ってこれは待って、うわあそこに何かある、あそこに何かある。これとりあえず回収しよう。よくわかんないけどストームルーだえ、いや待ってよマジで、せっかく残り火状態って言ってもまあ残り火いっぱいあるからね。ノルクのが良さそうだな、でかすぎるから。本当に なんだこいつ。これは待ってる、何か謎を解き明かさないと。違うな、どっかにスイッチとかなんか罠があって罠にはめるみたいな、バリスタみたいなのがあって効かない。あの玉座か、玉座に向かおう。玉座に王を沈める何かが、あ、待って待って、なんかある。嵐だけが、嵐だけがなんとか、これ公式メッセージだな。ちょっと待って、そんなこと言われても今無理なんだけど。チャンス万歳。こういう時は何をするかって言ったら、クロロ考えよう。まあ、エストはね使った分減っちゃってるけど、でもストームルーラーとかさ使えなかったらどうすんのこれ。ゼロだ、え弱くね、なんだよこれ。巨人殺しの異名を持つ体験、ああいやそういうことか。折れた刀身は今でも嵐の力を宿し巨人を地に打ち倒すという。巨人ヨウムはそれを2本持っていた。1本は彼を信じぬ人々に与え、もう1本は薪の王となるその前にもう1人の友に託されたという。戦技は嵐の王、その進化巨人を前にした時分かるだろう。やっぱこれか、ストームルーラー装備しろってことね。え、なんかツルハシみてえだな強攻撃っていうか戦技をやれって言ってたもんね。てかさ、どういうこと、これで放つの。なるほど、これエストの配備が必要じゃねえ。そうするとちょ当たるかだけ試そう。一発当てたらまたプロロして帰ろう。ためで溜めなきゃいけないじゃん。範囲がどれくらいだ、ローリングするとどうなる。あローリングしても一応ボッツァーもそうか。はい、シェイヤー、いやそうだ、ちょっと待って待って待って、全然わからん。もう一回どうも、溜めてる暇がないんですけど、そもそも一回距離を取る。ちょっと待って、ヒューンとやって違うな、今の違うな、多分たまに来てなかった。ちょっと柱ヒューンとやって、わかんねえ、てか当たんねえ。あ残ってる、当たった、5600、これだこれだけど、ちょっとあれがない、 FP がないから配備するか。さよなら、私は帰ります。どれだけ振ればいいかな、半分で66だよね。75にしよう。これで果たしていいのか、てか
FP とか全く上げてないからな。なんかさ、FP 全開するやつ買わなかったっけ？なんか持ってたよね、1個。これ、秘めた祝福、最終手段で使おう。完全に足りなくなったら。よし、じゃあストームルーラー片手にもう1回行きますか。罪の都へ。やべやべ、ガーゴイルが来てる、ガーゴイルが。さあ、ヨウム、来い。溜める。よし。溜めたら大丈夫だ、これ。このまま維持できる。ってことは、このまま。ちぇ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 。戦機は構えなきゃダメなのか。ここだ。食らえ。1730。ひざまずいてんな。待って、隙を見て貯めなきゃいけない。痛い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 。隙がないよ、隙が。離れて振らせてやる。ちょっと壁を背に生きてる。ちょっとずつ食べよう。こうか。シャキンってなった？これなってない。来た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 。どうどうどう。あ、こっち、オッケー。光るな、光る光ると。で、ここはロックした方がいい。あ、この叩きつけ結構はい。え、いて、待て、回復すると回復は優先。泣きばれ、間違えた。くらえ。全然当たってねえ。あれでもなんか FP 回復してね。おーっと、これでもダメじゃないんだよね。タイミング自体は光った。まだ光ってないよね。結構ため長くねえか。いって、え、わかんねえ。光ってんだ、光ってないんだな。あー、光ってるよ。構えてパターン自体は1、2、ちょっと待って、1、2で3、ここで打つ。おわっと、ここからがまた本番か。ただ今のうち溜める。1、2、ってか旅がかかってる。いや待て、なんか新しいこと。しかし、それを持ち消す。スタミナがないな。あっちゃ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 。うわっ、大丈夫、なんか死んだけど。1、2、3、4、ドン。一気にあれがなくなる。スタミナが1、2、これがね、ディレイかかるんだよね。はいはいはい。ちょっとダメだ、ためきれない。よし、はいはい。来ないか。確実に狙えるところでいこう。はい。あ、これは終わりだ。巨人ヨウム、パターン自体は結構単純だからね、分かればなんとかなる。かわしやすい。とにかく一気に2つ手に入れたな。巨人ヨウム。
いよいよ日は陰り、最後の王を待っています。王子ロスリック様、どうか殺してくださいっていう感じかな。お救いください。いや、救いは死だ。おお、ここに来た。最初のとこじゃん。43000。ちょっと待って、あれお前どうした？てか俺さ、エストの配便いらなかったね結局そもそもエストの配便装備してねえし。え、てかそれ以前にこいつ大丈夫？ちょっと待って、黒騎士剣にして、どうかどうかお救いください。王におなりくださいと。誓いの水盆、死んだ。1200ソウルえ、俺帰りたいんだけど。そんなことよりどうすればいいの？黒騎士、え、ちょっと待って、冷たい谷のボルドー的な感じ。うん、いや、やばいぞこれは。いや、待って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 、これエストの配便が5つくらいあるんだけど使わない。冷たい谷のボルドーチックだねの、これはなんだ。あ、人だね、でかっ。ちょっと待って、帰れるかな。帰りたいんだけど、ちょっと待って、プロロさよなら。あ、ここに出てくるのか。なるほど、ロスリック兵がいる。懐かしい。俺にかなうと思うのか貴様。だ、雑魚が。ロスリック騎士の剣とか手に入れた。剣と鎧、なかなかいいの手に入れたな。ちょっとこっちに挑もう、青騎士。さあ来い。無駄だよ。何、黒騎士と剣を持ってきても4発か。なかなかやるではないか。所詮雑魚だがな。ちょ、これ帰ろう。一回普通に帰ります。祭事場へ。一応ソウルを砕いたんで2レベル上げられると思うので、ちょっと時給に振っていこう。 OK、 もう79レベルかで、あとまたエルドリッチのソウルとかも手に入れたんで、何が錬成できるかちょっと見てみましょう。てかさ、これ返さなくていいの？用務でしょ。なんか勝手にあっちに召喚されてったんだけど。あ、戻せる。はい、お返しいたします。お、ここに骸骨が。でさ、これ一回一回下に戻んなきゃいけないの。用務返して、で親友の感謝も返したよね。あ、あとここが必要なのか。ロスリック、結局最後はロスリックを返せってことね。じゃあいいや、こいつにソウル錬成を頼もう。どれだ？エルドリッチ生命狩りの鎌、幻の鎌で敵のヒットポイントを奪い取る。これは履力が必要、履力じゃなくてなんだっけ、進行が必要だね。サリバン裁きの体験、これは魔術か。罪の体験、特大剣か、重いな。用務、用務の大なた38とか持てない、これは。いや、ここら辺はちょっと1周目で使うのは厳しいよね。エルドリッチ暗月の長指、魔力か。でもこれも魔法が必要だね。しかも魔法補正が C だからな。
履力補正はちょっと厳しいよな。ちょっと使えそうなのがない。さよなら、戻ります。なるほど、これでロスリックの攻撃の冷たい谷のボルドーのところが有効活用できるってことで、なんでここにかがり火あるんだって思ったけど、これこっから走ってけばさっきのところは早いからね。こいつらもシカトリでしょマジで。全スルーだ。倒さないと延茶してる暇がないんだけど、ちょっと様子を見るために行くだけ行って帰還。黒騎士の鎧には通らんよ。さて行くか。冷たい隊の踊り子一発殴ろう。なんだ、ちょっとくるくる3回くるね。殴れそうな感じがある。1、2、2回の時もある。あ、いって捕まれた。なるほどね、いって強い。え、どこにいる俺。だからちょっと正面に立つのはやっぱ危険なんだな。待って、どこ行った、どこ行った。行って行って行って、この範囲に攻撃してくるな。え、なんかロックされてんだかされてないのか。いや、でもガードしてるわ、なんとかな。いや、なんか張り付いてればなんて。いや、ダメだ、これだけ気をつけよう。これはマジで気をつけよう。いや、なんだ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 、ちょっと待って、ちょっと待って。おー、やばいやばいやばい、剥がれる、剥がされる。あれが危険だね。いって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 、隙がない。ちょっとヒットポイントは回復しておく。なんか分かんねえ、動きが分かんねえ。ちょっと待って、怖い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 。うわ、なんだ、何を食らったのかが分からん。ちょっと一回離れよう。離れて回復。残り火なかったら死んでたな。ちょっと待って、分かんねえ分かんねえ分かんねえ。突き刺しか、あれ突き刺しかで闇ボブ。あれ結構隙があって、1、2、3はない。はい、はい。やばいやばいやばい。やべやべ。1、2、3はなしか。ちょっと間を取ろう。もう1本しかない。裏手にいれば当たらなそうだけど、ちょっともうエストがないから少し無理をするしかない。これやばい、やっぱ回復しよう。これがもう最後だ。ちょっと削られたけど、1、2、3、間を取ろう。いや、食らってしまったか。これが危険だな。死んだうん、あとちょっとだったけど、いまいちわからん動きが。はい、ということで踊り子に負けてしまったところで今回は終了したいと思います。なんかいつの間にかこっちが夕焼けになってね。夕焼けじゃなかったよね。まあいいんだけど、動きがちょっと分かんないけど、なんかそこまですげえ強いっていう感じではなかったね。ただこの体力だと厳しいんで、残り火は使っていかないと多分体力不足で
殺される可能性がかなり高くなりますので、まあ何回かね、残り火使わないで、まあ動きを見切ってから、挑もうと思います。まああと、雑魚敵排除して延茶かければもう少し火力が上がると思うんで、てか、黒騎士って延茶できなくね？今思ったけど。ちょっとそこだけ。あ、できないよね。そうだ、黒騎士延茶できねえんだ。ちょっと考えます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。